04式空対空誘導弾は、日本の航空自衛隊が装備する短距離空対空ミサイル。開発名称は、AM-5。開発、量産主契約会社は、三菱重工業。90式空対空誘導弾の後継として1991年より開発が開始され、2004年に正式承認。90式空対空誘導弾と異なり、カナードは設けられておらず、飛行制御は TVC のロケットモーターとミサイルビブに装備された全誘導式の飛翔制御翼で行い、高い機動力を確保している。また、ミサイル中央部には、細長いストレーキが設けられている。NEC 製シーカーも改良されており、赤外線シーカーの三軸ジンバルによる視野角の増大のほか、赤外線フォーカルプレーンアレイ方式の多素子シーカーによる赤外線画像の利用も行う。赤外線画像による判別で、フレアなどの赤外線源妨害手段に対抗する。また、中途工程においては光ファイバジャイロスコープ式の慣性誘導も導入していることから、ヘルメット装着式照準器と組み合わせることで、発射後ロックオンも可能である。終末工程での誘導方式は、赤外線画像。世代としては、AIM-9X、IRIS-T などと同じ世代に属する。2010年には04式空対空誘導弾の開発のための事前の事業評価が行われ、2011年度予算で、予算が承認され開発された。04式空対空誘導弾では、空中給油機の戦力化に伴う戦闘機の空中哨戒の長時間化へ対応するために、ジュール・トムソン効果から、スターリングエンジンによるスターリング冷凍機に変更して、ガスタンクを必要とせず電力供給のみで、ミサイルの C カーブの冷却持続時間の延長が図られており、2波長赤外線センサーの採用による対赤外線妨害対処能力と背景識別能力の向上も図られている。その他、シーカーのジンバルが3軸から2軸に変更されている。実用試験は2015年9月から2016年6月に実施され、平成29年度予算から調達されている。K-2 の翼端ランチャーに搭載されたAM-5 搭載が、可能な機体は、K-15J の新型空対空ミサイル、対応回収機と近代化回収機である。無シップ機の近代化回収機ではパイロットが JHMCS を使用して、給イングすることにより、AM-5 の高いオフボアサイト能力を最大限に発揮することができる。インターフェースに AM-3 と互換性が持たせてあるため、完全な能力は発揮できないが、Pre-MSIP機でも搭載、運用することが可能である。K-2 に関しては2010年度より AM-5 搭載用ランチャーの開発が始まっている。K-35 に搭載する短距離空対空ミサイルとしては AIM-9X の調達が決定しているが、将来的に AM-5 搭載のための改修を行うかは明らかになっていない。ありがとうございます。